からの時間をいただきまして、企業が保有するさまざまなデータを新しい価値へということで、私の方から少しお話をさせていただければと思っております。はい、えとまず自己紹介になりますが、国友と申します。 私は Google クラウドの中でデータアナリティクス営業統括部というところに所属しておりますが主にデータ分析ですとか AI あと今日少し触れさせていただきます BI といったようなところを専門に仕事をさせていただいておりますそれらの私の,たたかあの携わる業務の中において最近話題になっている一つのトピックが こここからお話をさせていいたただきまますすデーータタのマネタイゼーションととったようななろになります私のセッションでは主に技術的な内容をお話しするというものではなくてビジネス的な観点で少しお話をさせていただければと思いますのでぜひあのリラックスして聞いていただければと思います本日のトピックとしては3つご用意をさせていただきました まず1つ目がデータのマネタイゼーションを取り巻く市場環境について、2つ目がデータマネタイゼーションを実現するための要素というところで、私の方から少しだけアイデアのヒントになるようなところをご説明できればと思っております。そして最後に、データマネタイゼーションを実現するために、Google クラウドのソリューションがどのようなご貢献が皆様にできるかといったようなところを ご説明させていいただければと思いますそれではまず1つ目のテーマ、データマネタイゼーションを取り巻く市場環境というところに入っていきます。実はデータの収益市場、マネタイゼーションの市場というところで言いますと、とある調査においては、2023年、グローバルで30億ドル、日本円に換算すると大体4500億円から5000億円、 ぐらいの市場規模があるという算出もありますが市場の規模というところではなくてどちらかというとこの年平均成長率25.1%と書かせていただきましたけれどもこのような調査結果が出ております要はこれからどん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 この市場は伸びていってデータのマネタイゼーションに本気で取り組んでいくような企業様が今後も 現れてくるとそうういったような予測が立ててられておりますそして2032年ごろにはだいたい8年後ぐらいですかねその頃には日本円で換算すると約3兆円を超える市場規模ドルでいうと225億ドルといったような市場規模に成長するというような調査結果も出ております。 こちらは2022年のデータになりますが、とある市場調査においては、データマネジゼーションに関しては、高い成長率が期待されている一方で、日本で絞ってお話をすると、それらの取り組みがまだできていると、自信を持って答えていただける企業様が非常に少ないと。ここで言うと 1> 約一割を切っているといったような調査結果もあったりしますしかし取り組まれていないまだこれから着手していきたいよといったようなお客様も多いことも事実です約九割のお客様がそういったような新しい分野の取り組みを今後進めていきたいといったような回答も得られていますので取り組まれていないお客様に関しても 非常にこのあたりは日本企業の皆様も注目をしているような分野ではないかなというふうに思っていますで。それらのデータ活用、マネタイゼーションを希望する、または関心が高いといったような企業様が多いというような結果があると先ほど申し上げましたが、各企業の皆様において、 自分たちの新しい収益源を得られる有用なサービスになる可能性が高いといったようなとこ,ところになりますけれどもここで20%以上の収益向上が見られる可能性が8.5倍高いとちょっとなかなかいあのこの文言だけだとイメージがしにくいと思うんですけれども私個人といたしましてはこの数値が重要というよりは今皆様で お持ちのデータ持っているけれども使われていないデータこれらを新しい価値に変えていくといったようなところが非常に大きなポテンシャルを持っている領域じゃないかというところを数値としても表しているというところが非常に重要ではないかなというふうに思っています。数値のとといいいううううよよりはそういうふうな見られ方をしていますよと いいいうようううよななとところが重要かなというふうに考えています先ほどまあ日本企業はまだまだ取り組めていないと回答されたお客様も多いというようなデータも紹介しましたが一方で米国やドイツ、まあ、要は欧米の代表的な国々においてはそれらの活用が進んでいっているといったようなところもデータとして出ております。まあ、日本とと比較すると 約倍ぐらいの企業が自分たちは活用が始まっている、活用が進んでいるといったような回答を得られているというようなところもありますので、まだ我々もこのあと少し事例としてご紹介したいと思いますけれども、やはりアメリカであったりですとか、ヨーロッパで行われたというような事例の方が多いのは事実です。ただ、 日本の企業様においても非常にこの分野にはお問い合わせをいただくことが多いですし実際に形になってきているといったようなお客様も増えてきておりますではそのデータマネタイゼーションやっていきたいよといったような希望があってもじゃあどういうところが障壁になっているかこういったようなところを少し 調査結果として出されているのがこのスライドになります。1つ目、一番多い回答としては、まあ、スキルを持った社員がいないであったりですとか、それに続くものとして、どのデータが使えるか分からないとか、アイデアがないといったような回答もあったりします。私も実際にお話をさせていただいたお客様の中には、 自分たちの会社にはおそらくデータはあるはずなんだけどそれが使えるのかどうかわからないしやりたいと思ってても何から始めていいのか分かりませんといったようなお声を聞くこともあります。まあ、このようなところをちょっとこの後のセッションでは少しだけ皆様の方にヒントを与えられればなというところを考えております。 で一番下を見ていただきたいんですが IT インフラが古くてデータを適切に取り扱うことができないといったようなところ上の方はアイデアがないとか、まあ、その人材がいないとかそういったような回答になりますがそれに続くものとして要は実現するための IT のインフラがないとない古いといったようなところも 回答ととししして出てて出いいいるところが少し注目たただきたい点でございますでは、ここから話の本題に入っていきますけれども、データのマネタイゼーションを実現するための要素というところを少し触れていきたいと思います。ここからのお話に関しては、われわれ、Google クラウドがこういう点をまずやっていくのがいいんじゃないでしょうかと。 いったようなところをご推奨するような内容になっておりますので必ずこうでなければいけないとかそういったような話の中身ではないんですけれどももし皆様の中であ確かになと思うような点が一つでもあれば今日のセッションの,あのやらせていただいた私としては非常に嬉しい点でございます <laughs> データをマネタイゼーションして収益につなげるビジネス というのは何のデータを用いて実現するかといういわゆるビジネスアイデアこれがなければ始まりません先ほどもまあそういったようなところがなかなか思いつかないよといったような調査結果もありましたまたアイデアがあってもいかに効率よく実現していくかという観点が抜けてしまうとビジネスとしては成り立ちません仕組みが煩雑であれば いかに素晴らしいアイデアであっても、やはり皆様もビジネスとして実施する以上、収益がついてこなければ、やはり会社としてはなかなか継続していくことは難しいといったようなところになってしまうかと思います。ほかにも細かい要素を挙げ出すと、きりがないんですけれども、あ今日は大きくこの2つの観点で、少しだけお話ができればと思っております。 まず1つ目がデータを収益に変えるビジネスのアイデアの創出といったようなところで何のデータを用いて実現するかといったようなところになります我々としてはこの観点をもう少し噛み砕いくと2つの要素で構成されるんじゃないかと思っております1つが直接的収益化もう1つが間接的収益化といったような 名前をつけさせていたただきました直接的収益化と呼んでいるのはいわゆる企業の皆様が提供するデータそれ自体に価値を感じてくれるお客様が外にいらっしゃると要はその対価を払ってでもそのデータを見たい自分たちの基盤に取り込みたいといったようなお客様に対して 提供していいいくとととったよううなここが、この直接的収益化というものになります。でもう一つが間接的収益化と名前を付けさせていただきましたがこれは提供するデータによって例えば皆様の中でも日常の生活の中でものを買ったりですとかサービスを何か選択をしたりといったような時に 悩ままれるるケースとといいうのはあると思いますどっちがいいのかなという感じで悩まれたときに例えばこういうデータが提供されるからこっちのサービスを使ってみようこっちのサービスの方がいいんじゃないかというところで付随的な機能として本業の収益が伸びていくといったようなところが この間接的収益化というふうに呼ばせていただきます直接的収益化といったようなところでアメリカにで実際に展開されている一つ事例をお話ししたいと思いますちょっと権利関係上お名前を出せないのが大変申し訳ないんですが例えばアメリカの全国区で ビジネスを展開ししていいいる卸売業者様がいらっしゃいますでその卸売業者さんは EC サイトを通じていろいろな方から商品の受注を得られています。でその商品の受注状況を全国区からあの注文を受けているのでそのデータ自体をいろいろな 地区の小売店さんにデータとととししてて開示をいいるといったようなところがありまは、まあ、ビジネスモデルとして受注をその EC サイトで受けた後にその地域に属しているまあいわゆる販売店さんから商品を展開していく要は外部の小売店さんと提携をして商品自体はその小売店さんから提供していくといったようなビジネスモデルなんですけれども その提携しししててていいいるる小売店さん自体にデータをを開示しているといったようなビジネスをしています中身としては例えばゴールドプランシルバープランといった具合に契約をした内容に応じて開示するデータの種類を変えたり流度を変えたりといったようなことをやっているんですけれども購入する小売店さんは何に使っているかというと。 自分たちが契約したプランに応じて開示されたデータそれをもとに自分たちが所属している地域でじゃあ今何が売れているのかとか競合の地域はどういうものが売れているいつ何が売れているといったような情報を分析することで自分たちの商品ラインナップの戦略に生かしたりですとか在庫の調整をすると。 いったようなところで使われているとでこれはまさにこの卸売業者さんからすると小売店さんに契約をしてもらってデータを買ってもらうといったようなところでマネタイズをしているような事例になっています。もう一つ間接的収益化といったようなところになりますが例えば講義でいうとフィットネスクラブ まあ、ジムとかあると思いますけれどもそこで会員の方の身体データであったりですとか、まあ、フィットネスの変化の状況といったようなものを提供する例えばゴルフスクールのようなサービスを提供しているところが本業はゴルフスクールを契約してもらうというところになりますけれども例えば自分が打った打球がどうなっているかとかどう変化しているか練習したらうまくなっているのかとか。 そういったようなデータを提供することによって、いろいろな競合との差別化をして、自分たちのサービスを選んでいただくといったようなところの可能性が高くなる、この場合、間接的な収益になりますので、これ自体にマネタイズはないんですけれども、付加価値として提供することで、本業の方の収益が上がっていくといったようなところがあります。 一つの事例として、とある証券会社様をご紹介したいと思いますけれども、この証券会社様では、要は株の売買をするトレーダーの方に対して、いろいろなデータを提供するわけなんですけれども、その中の一つに、見ている株価、まあ、例えばいろんな銘柄があると思いますが、その銘柄を売りたいと思っている人がどれだけいる、買いたいと思っている人がどれだけいる。 みたいなデータを開示することによって今が自分が買うべきタイミングなのか、まあ、売るべきタイミングなのかホールドしておくのがいいのかといったような判断をトレーダーの方にしていただけるようなデータを提供すると。証券会社さんなので要は株の売買をして手数料をあの得られるといったようなところがいわゆる本,本来のビジネスなんですけれども例えば今 こ,れこの銘柄は買いと感じている人が多いってなると何も,考えあの何もデータがない状況でどうしようかなというふうに悩んでいる人を後押しするようなことも可能になりますのでそれによって自分たちの本業である手数料収入が入ってきやすくなるといったようなところを実現しているような会社さんもいらっしゃいますではこれらの仕組みを 導入するにあたってどのようなポイントがあるかまず一つ目が自社で置かれているポジショニングでしか取得できないデータがあるかどうか今日はあの皆様いろいろな業界であったりですとかいろいろな企業様がいらっしゃると思いますので一概にこれをやってくださいっていうのはなかなか難しいんですけれども。 何をすればいいか分からないとかどういうデータが使えるか分からないといったようなお悩みに対してはまず自分たちの会社が置かれているとか取っているポジションでしか取れないデータというのがあるのかないのかそれが売れるかどうかは一旦置いといてまずそういうデータがあるのかないのかといったようなところを考えるのは一つ有用かなと思います。 もしかしたら当たり前のように自分たちが日々見ているデータは外部の企業さんからするとそんなデータがあったら自分たちもこういう使い方ができるのにとか思って非常に有用だというふうに感じていただける可能性もあります。もう一つは提供の仕方を変えることで受け手の業務が変化する可能性があるか。 例えばこれまで月次のレポートで何かしらこう外部とやり取りをしてたけれどもそれを例えばリアルタイムで提供することによって業務受けての業務が変わる可能性がある場合があります。これはデータを提供された側からすると実は大きな価値になったりしますのでほかにもまあ観点はいろいろあるかと思いますけれども。 まず取っかかりとしてはこの上記の2点で考えていただくというのも良いかと思います。では最後の章になりますが、じゃ我々の Google クラウドのソリューションがこのようなまあアイデアを皆様が考えていただいた後に仕組みとして何をご提供できるのかといったようなところをここからご説明したいと思います。ビジネスですのでなるべく効率よく実現するための 手法というのを我々のソリューションでご提供できればいいなというふうに思っておりますけれども今日ご紹介するのは弊社のデータマネジメントツールのルッカーといったようなものとデータウェアハウスのビッグクエリの中の機能であるデータクリーンルームとこの2つを少しだけ触れさせていただきたいと思いますまず1つ目がデータマネジメントツールのルッカーもしかしたらあの基調講演を聞いた方では あのルッカーはまあ BI であのジェミニと連携するよみたいなお話を今日の基調講演でもあのお聞きになった方はいらっしゃるかもしれませんが実はルッカーはデータのマネタイゼーションをお手伝いするようなユースケースが非常に多いです特にアメリカヨーロッパといったようなところではかなり貢献しているようなケースもありますでその前に今お見せしている絵はの絵は。 例えばさまざまな立場の人にデータを公開する場合に発生し得ることということで3名ほどちょっと絵を描かせていただきましてあのよくあるパターンということで例を挙げさせていただきました例えば A さん B さん C さんこれはいわゆる利用ユーザーだと思ってくださいでこの方たちによっが見ているダッシュボードであったり、まあ、グラフ要は公開データといったようなところは 実はその裏に、まあ、データセットであったりまあ講義の意味でのデータマートといったようなものがあったりするケースもあります。例えばユーザーごとであったりですとか利用の要件に応じて裏側にデータセットやデータマートが作られていると。でこのこの絵でいうところの A さん B さん C さんというのは グラフを見ているんですけれども実はそのグラフを通して裏側にあるこのデータセットの中身を見ているといったようなケースがあります。でそのデータセットはどこから来ているかというとおそらく皆様の皆様の企業の中でも中心となるようなデータウェアハウスみたいなものが大なり小なりあるかと思いますがここから 必要なデータを切り出してデータセットに渡しているといったようなケースも多いかと思います。でこの時に外に対してデータを公開していくといったところで懸念点がいくつか発生します。一つはデータの鮮度要は見ている側からすると最新のものが提供されないといったようなところですね。でこれはデータソースの方に関しては常に新しいデータが更新されるんですけれども。 どうしてもそのデータセットとして切り出すっていう行為が発生するので鮮度に要は時間差が発生してしまうといったようなところが一つ目二つ目としては実はこのデータセットの作り方が運用する人が多くなればなるほどその意思統一が難しくなってきます要は例えば売上情報であったり何かしらの情報あの データセットで作りましょうといったような時にも運用する人が多くなってくればなるほどもしかしたら人によよっって作作りりり方方要はデータのがが違ううとといったようなこころが起こり得ますそうすると見ている側からすると違うデータを見ている可能性が発生してしまうとそういったようなところはせっかくビジネスとしてやったとしても 信頼を失うようなリスクになってしまいますのでここはやはり考えていかなければいけませんそして最後運用の観点になりますけれども作って終わりというサービスはおそらくないかと思いますその後公開するデータの中身が変わったりですとか例えば商品が変わったり場合によってはユーザーの方からこういうデータも欲しいといったようなところをリクエストとしてもらう可能性はありますこの時に この絵だと3つぐらいなので、まあ、すぐ直せそうに見えるんですけれども大規模に展開をしていくと契約ユーザーさんごとにこのデータセットを作ってしまうと全てをメンンテナンスしなけければいけませんそうなると、まあ、運用の負荷というのもありますけれども当然そのあたりの作業が増えてくると人為的なミスをしてしまうというリスクも合わせて増えてきます。 ではここでルッカーがどういうご貢献ができるかというのを絵で描いたものがこちらになりますけれどもルッカーはビーハイツールというふうに紹介されることもあるんですが実はデータのマネジメントをすするといいう機能を持っています要はデータセットを作らせないっていうところをここでルッカーの中でデータ定義をする機能として持っておりますので。 そここででってしままうううというようなこといよななができるようになります先ほどの外部からあの利用する A さん B さん C さんその人たちがダッシュボードを見たときにこのデータはこういう定義で引っ張ってくるんだというのをリクエストをしてきた方の権限であったり所属といったようなものを加味してデータの定義ファイルに 減らし合わせてデータを抽出するためのクエリーを自動生成する機能がルッカーにはあります。でそうすることによって常に最新のデータを引っ張ってくる。プラスデータの定義は中央で管理されているので作り手によって揺らぐことがないといったような点と変化が起きた際にもこの中央で管理しているところを修正するだけで すべてのお客様に反映ができますので非常に運用効率も楽になっていくといったようなところが付加価値ととししてお渡しできるかなと思いますこういったようなところで社内に対してデータを公開していくといったようなところも当然できますし社内に対してはじゃあそのビジネスが今どういう状況なのかといったようなところも同じ指標で見ることができますので 内部でののビジネス状況の把握といったようなととこころにも使っていただくことができますなのでまとめますとデータソースは常に最新なのに、まあ、ダッシュボードは最新ではないという可能性に関しては常に最新のデータを取りに行くという仕組みを保有しているのでそこを解消することができますしデータセット内の定義がずれる可能性があるといったようなところも 中央でで管理をしまますので値がずれるとということはありませんそして最後の運用効率といったようなところも一つの定義ファイルを修正するだけで全てに適用できますのでそこに関しても運用効率化が図られるといったようなところがありますそして最後にビッグクエリーのデータクリーンルームこれはまた違う話になりますけれどもビッグクエリーのデータクリーンルームは自分たちが持っているデータをセキュアに 外の企業様と共有をすするようなな機能になっています例えばマーケティングデータに使っていただけるようなデータを持っているとでそれを利用したいお客様がいるというときに自分たちのデータをこのデータクリーンルーム層といったようなところに置いてそこを 受けけ側ののお客様のデータとと掛け合わせた上でで分析をすることができるこががきような機能が入っていま,すまたその時にはデータのいわゆるイグレス要は移行ですねというものは発生しないのでそこのコストも発生しませんしまた例えば個人を特定してしまう例えば掛け合わせた結果抽出件数が1件2件でしたというようになると 指定した条件によっては誰かというのが分かってしまうリスクもありますがそのような抽出はさせないといったような機能もあったりしますこういったようなところでデータを提供しているパートナー様の企業としてジール様がいらっしゃいますジール様はオープンデータを分析に利用しやすい状態に加工して外部の企業様に提供しているといったようなところがありますが どのようなデータがあるかというといわゆるここにあるような気象データであったり外国人様の消費動向ケースであったりといったようなものを提供しております。これを例えば自社が持っているポスデータ顧客データと掛け合わせることによって地域の証券分析ができたり顧客情報の見える化といったようなことができるようになったりまた違うデータを掛け合わせることによって キャンンペーンの反応率を検索したたり、とといったようなところもできるようになってきます。このような機能を用いて自社のデータを外部に公開をして使っていただくその際にはデータのコピーや移動をしなくても共有をしたりあとはプライバシーに配慮した機能を有するあの使うことによって個人を特定させないセキュアに利用させるといったようなところが できるようになります私のセッションはここで終わりになりますが、もしこの後も気になる点、わからなかった点等ございましたら、外におりますので、ぜひお越しいただければと思います。ごご聴ありがとうございました